ああ、今日も疲れた。明日も仕事だし、さっさと寝るか。出た！静かにして、お腹に響くでしょ。はい。よーちよーち、ごめんね。びっくりしたね。なに、俺の部屋に妊娠してる幽霊出たんだけど。よーちよーち、いい子でちゅね。どういうこと？幽霊なのになんで妊娠してるんだ？静かにしてても、まったくうるさいパパでちゅね。パパ？え、俺のことパパって言った今？そうだってば。もうそんなんでちゃんと父親になれるの？待ってくれ、全然追いついてないんだけど。俺あなたとした覚えなんかありませんよ。まあそれもそうか。あなたの寝込みを襲ったからね。その日本当は脅かすつもりだったんだけれど、あなたのあれが あんまりにも生きり立っていたから、つい。はずいんだけど。やるじゃん、寝てる時にそうなっちゃうこと。金縛りにあったのかってくらいガッチガチだったわ。やめてくれよ。てか幽霊なのに触られるのおかしくないですか。その日のあなたは煩悩がかなり溜まっている状態でね、それに付随して霊力がかなり蓄積されていて、触れることができたのよ。それっていつですか。半年くらい前かしら。あー、くそ。会社で資格の試験があったからめっちゃ我慢してた時じゃねえか。ねえ、その会社ちゃんと育免休暇は取れるんでしょうね。待ってくれって、なんだよこの状況、怖すぎるよ。そうよね、この子が立派に育ってくれるのか怖いわよね。そういう話じゃなくてね。ねえ、この子の名前どうしましょうか。名前？そう、いろいろ考えたんだけれど、画数が風水的に良くなかったりしてね。幽霊が風水語んなよ。それと、お父さんとお母さんへの挨拶は。ダメ、びっくりしてそっちの世界に行っちゃうかも。だから、あと私たちの結婚の手続きもしなきゃだね。どんどん進めないでくれよ。いやいや、私たちもう3年も同棲しているのよ。知らなかったよ。事故物件に3年も住んでたのかよ俺。もうお願いだから成仏してくれよ。どうしてそんなこと言うの。あなたこれから父親になろうとしているのよ。いや、だから。何、私たちのことなんかどうなってもいいっていうの。いや、そんなことは言ってないけどさ。分かってる、私たち一つの命を授かろうとしているのよ。そうなのか。幽霊のあんたから生まれるわけだから今一つピンとこないんだけど。それに私のことをもっといたわってよ。キッチンにある塩は今すぐ捨ててよ。いやだよ、かなりの数の料理ができなくなっちゃうだろ。夜な夜な一人でするのも禁止だから。そんなの浮気と一緒だもん、私ずっと見てたんだもん。今までずっと。なんだよ、めっちゃ熱いじゃねえかよ。成仏なんかしない。せめてこの子が大学を卒業するまでは。あと20年以上はかかるじゃねえか。もう勘弁してください。家族3人仲良く暮らしていきましょうね。